ショートトラックの女子1000メートル予選が行われ、神永塩根22イコール全日空商事、菊池五兄弟の五女、菊池すみれ26イコール富士急、三女の菊池ゆき31イコールアナが出場した日本勢は、菊池順が準々決勝へ進み、菊池優、神永は敗退した。同種目の日本勢過去最高成績は、1998年長野大会の勅使河原郁恵の5位で、菊池順は初めてとなる表彰台を狙う。